ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は5月24日ですね、金曜日。今日もね、ゲラゲラクリニック楽しいゲストの方がお出になりますからね、楽しみに聞いていただきたいと思います。千葉手ではなんか風疹が随分流行ってるってことね、新聞なんかよく見ます。で、ね、これと言われてるんですけどね、私のところにはですね一人も来てないですね、まだ。だからまあ患者さんたちが風疹流行ってますかって聞かれるんですけどね、私は流行ってませんよって言うしかないんだけど、まあ大阪とかなんとか随分流行ってるって聞きます。で、まあ予防注射をしろしろということでね、今日はね、75歳ぐらいのおばあさんがね、私も予防注射した方がいいでしょうかって聞きましたけどね、まあ、大体みんな年取った方は、年取った方っていうのもある程度年はいけばもうみんな抗体持ってますからね、別にそう風疹かかったってそう大したことないですから、まあ、ちょっと高い熱は出ますけど、まあ、2、3日で下がってしまいますので、まあそんな心配することはないですね。でやっぱり一番問題なのが、要するにその妊娠これからするだろう人、女性の方ですね、そういう人たちが要するにその風疹にかかっている時に妊娠してしまうと奇形が発生する率がかなり高いということで、まあ、予防注射をしろ。だからそういう人はね、やっぱりもう若い女性の方は予防注射した方がいいと思いますね。でそのちょうどしてない時期がありましてね、その年に生まれた方はやっぱりやった方がいいんじゃないかというふうに思いますけどね。で先ほどなんか先日はそのなんか厚生省の見解で、予防注射をしている時に妊娠したらどうなんだということが、それがその見解としては一人もそういう世界中で一人もその危険が発生していないから大丈夫なんだということを言われてましたけれどね、まあ、確かにその注射とか薬とかが妊娠に及ぼす影響というのはいろいろ、まあ、いつも問題になるんですけれども、その危険が発生する率というのは全く何もしない状況でもですね、正常分娩とか正常な状況としていても2% ぐらいやっぱり危険の発生する率があるわけですから、例えばその妊娠中レントゲンを受けたとかですね、それから知らないでその薬を飲んじゃったとか、まあ、言って大変心配して、まあ、中にはもう子供を下ろしたいなんていうことをですね言われる方いますけれども、実際何もしなくたってやっぱり 2% ぐらいの危険率の発生率ってあるわけですから、薬を飲んでも大体まあ 2% ぐらいと言われておりますので、そんなに大きな実は違いがないんですね。ですから、まあ、その私のこれは私の考えですけども、知らないで、つまり妊娠していると知らないでレントゲンを受けたり薬を飲んでしまったらもう心配しないで妊娠を継続した方がいいと、妊娠していることが分かったら、まあ、無理というかその薬を飲んだりレントゲンを受けることは控えた方がいいと思いますけども、まあ、とにかくそのあまり心配することもないということをですね、それはもうこの今回その厚生省の予防注射中にということでも分かるように、薬を飲んだりレントゲンを受けたりしてもあんまり心配することはないんだということをね、思っていただきたいと思いますね。それで今日の1曲目をね、流したいと思います。まあ、どういうわけか分かりませんですけどね、今年の4月からまたその28年ぶりに実はその嵐の櫻井翔さんの、ね、主演で、家族ゲームという番組がね、また始まったということで、これは1982年に実は大変にヒットしたテレビドラマでしてですね、その長渕剛さんが主演で、非常に有名な番組ですということで、その主題歌であるグッバイ青春という曲を聴いていただきたいと思います。
名越剛グッバイ青春という曲を聴いていただきました。毎回、楽しく素晴らしいゲストの方をお迎えしてお送りする健康ゲラゲラクリニック、今日のお客様はですね、お笑いのボッケモンというコンビのお二人を呼んでおります。よろしくお願いします。どうぞお願いします。どうもよろしくお願いします。毎回ですね、なんで説明したんですか。ボッケモンですって笑っちゃった。あのね、今日はその収録でやってますんでね、いつもはメールとかねファックスがどんどん来るんですけどね、今日は残念ながら、いただけないかもしれませんけど、まあ、ね、いただいてね、この次出る時はまたぜひ、ね、ぜひお願いします、ね、はい、でこの番組ですね、はい、実はそのお笑いコンビで出るの初めてです、はい、俺呼ぶのは。あ、そうなんです。いつもってことないですけど、はいはい、ダブルコロンのね、はいはい、木曽さんは一人でもう何回も来てくれてるんですよ、ここに。だけど、お笑いしたコンビで来て、やるってね、初めてだと思いますね。いや、僕らこれ2回目ですよ。いや、そうですけど、それか誰かその時ゲストいたでしょ。ああ、そうだ、そうそう、だからそれがメインゲストで来て、一、はい、人最初から最後まで出るっていうのは初めてなんですよ。ああ、なるほど。そう、初めてだから、あの頃はネタをやって、ね、ネタやってるだけじゃなくて、はい、面白かったって終わったじゃないですか。はい、面白かったっつって。今日はちゃんと生い立ちから何か全部話して、ね、暴露して、全てをカミングアウト。全てをカミングアウト。そういう番組ですからね。怖いですね。ということで、ボッケモンの2人、まずは自己紹介をお願いしましょう。あ、はい、ボッケモンの野村龍之介と申します。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、でどうですんで、どういうどこでどう育ったかということはですね、ちゃんと話さなきゃダメじゃないですか。そっからもうこっから始まるわけですね。そうですよ、一個一個聞いてくるわけじゃなくて。いやいや、まず自己紹介ですから。あ、そうですね、鹿児島県の出水市というところに育ちまして、はいはい、年齢が21歳でございます。若いね。前田敦子と同い年です。僕がですね、鹿児島県は南へ530キロ行った奄美諸島の沖永良部島っていう島出身なんですけれども、うん、伊藤大地って言います。よろしくお願いします。伊藤大地君、はい、伊藤大地君と野村龍之介君でね、はいはい、もうコンビを組んでどのくらいになるんですか。コンビを組んで多分もう4年ぐらいじゃないですかね。今年4年目ぐらい、4年目、はい、3年経ってぐらい、ね、今21歳でしょ、はい、大地君は。僕は25歳。あ、25歳なんだ、はい、じゃあまあそれは言っても21歳って言うと4年前って言うと18ですね、高校出てすぐ組んだんで。へー、向こうで組んだ。いやいや、東京で出てきて知り合って、はい、へー。いや、何しに東京に来たの。何しに東京に来たの。いや、お笑いしに来たんですよ。お笑いやろうと。あ、最初からもうお笑いやろうと決心して、そうです、高校卒業したら来たってこと思う。そうですね、お笑いや、高校卒業して東京の吉本の養成所に僕ら、はい、そこへ2人、そこで知り合いまして、はい、あ、なるほどなるほど、はい、でちょっと小生意気なのがいるなと思って、うん、声かけちゃいましたね。生意気じゃないかったでしょ。すごい生意気だった、うん、はい。あそこは何、まあ、何ヶ月と何年、何くらい、どのくらいですか。あれは1年ですね。あ、1年間、はい、1年間行って、うん、吉本にみんな所属したり、おのおの辞めていったり、はい、あ、まあ、半分がお笑いを辞める学校なんですけどね。辞めさせる学校なんだね。辞めさせる学校なんだ。ここで言うとなんかここで後々問題になっちゃうかもしれないじゃん。本当にぶっちゃけちゃうんですね。正しい選択をね、人生の正しい選択をさせてあげる学校なんでしょ。それはね、正しい選択を教えてあげる学校ですから、ね、優しさですよね、うん、それは何、その1年ぐらい毎日やるわけ。なんか学校っていうの週3ぐらいで、はい、もうやっていくんですけど、ボイスからダンス、それにネタ見せっていうのもありますし、そんなやるんだ、はい、あとなんか分かんないですけど、僕行ってなかったんですけど、うん、太極拳がなんかやったらしいんですよ。うちの相方は授業で、うん、僕が行ったんですけど、もう直にもう中国の先生が来てくださるんですけど、鶴の拳から邪拳まで、もう全部なんだろう、笑いにつながるのかなって思いながら生徒みんなで取り組んでましたね。あ、そんなこともやったんだ。はい、とにかくだけど、そのまずですよ、はい、そこまで行くまで高校卒業、決まり野村君、はい、高校卒業して笑いをやろうと、はい、ねえ、はい、東京に、いやいや、東京に出てきたんです。親はよく許しましたね。お笑いやろうって言わなかったでしょ、親には。いや、僕高校の時から実は鹿児島県でお笑い集団みたいなのがあるんですけど、うん、そこで一応やってたっちゃやってたんですよ、お笑いを。へ、それでそのままの流れで、うん、じゃあ、そうか、君は才能があるから、お笑いの才能があるから東京行ってやってみたらどうかと。そうなんですよ。そう言われたらよかったんですけど、そう言われたらよかったんですけど、言われてないと思います。絶対売れねえよって言われて勘違いしてきちゃったんですよね、僕は。
すごいね。親はじゃあ言ったらいいよって言ったの。親はもういいよっつって。頑張ってこいよと。はい、30までねって言って。ああ、それはすごい理解があるよね。いやー、今もやめろやめろですけど、ね、早くやめてくれっつって。そうなんだ。で、それでまあとにかく東京来て、とあのその吉本養成所で2人で知り合ったって。そうですね。はい、だけど君は伊藤大地君は、はい、その沖永良部島で沖永良部島の時は終わらなきゃやってなかっただろ。そうなんですよね、全くやってなかったんですけども、ね、あのずっとテレビでその吉本さんの新喜劇だとかお笑い見て、はい、僕の親もちょっとおかしいんですけれども、もう反対されるもんだと思ったら父さんから行けと父さんは7割賛成だけど3割反対だみたいなよくわかんないこと言われまして7割もいいんだと思いながら、ちょっと親バカなんですけども、うんうん、それを聞いても出てきましたね、こっちに。それは20いくつの時ですか。その時、あ、まあ、大学行ってたんですけども、はい、東京で。いや、大学も鹿児島なんですけど、鹿児島ったんだ、はい、うん、を卒業しても諦めきれないということで。卒業して、はい、あ、そうなんだ、大学まで卒業して。そうなんですよ、もう聞いた感じとんでもない親不孝者ですよそうか、それで2人で養成所で知り合って、コンビ2人でコンビ組んだわけ。その誰か組ませるわけ、それだって。いや、こっちがあのテレビ出てるの僕ちょっと見たことがあって、鹿児島の時に鹿児島だけテレビ出たんです。鹿児島のやつだと思ってちょっと声かけて。ああ、なるほど、はい、それでコンビを組んだんですよね。うん、そうなんですよね今軽く放送事故でしたね今そこまでいかねまあまあまあ、まあ、じゃあちょっととりあえずね、そういうボケモンさんたちなんですね。はい、それでちょっとまああの曲をまあいろいろ今日3曲かけてもらうんだけど、はいはい、まずちょっとリクエスト1曲お願いしますね。長渕剛のこれまた長渕剛ですね。長渕剛さんですね、はい、東京朝焼け青春、あ、違う、間違えた、東京青春朝焼け物語ですねじゃあそれはね、まあ、取り返しつかないな
まあ、そういう感じで君たちも東京の人になってきたんだと、はい、そうですね、東京の人になるっつって、はい、そうですね。で4年も経つんだ。4年経ちましたね。早かったですね。であのまあいろんな人に聞くと、はい、そのコンビっていうのは、はい、仲が悪いと。あまあ言われますね。どうですか、そういうとこないですか。もうボッケモンは基本的に仲はいいですね。本当、ね、それは大したもんだね。はい、あのお風呂だって一緒に入ります。そんなわけないでしょうが。寝る時だって一緒です。一緒じゃないですよ。はい、そうなんだ。すごい仲いい。それは仲いいですね。そんなことないですよ。誤解しちゃう方もいると思いますから。仲はまあいいです。いやまあ喧嘩するとき、ね、漫才やろうと思ってやりたかったの。漫才を。そうですね。漫才に憧れて。それでまあ君の方からね、伊藤君からそうです、ね、まあ、一緒にやろうよって言って。はい。はい、嬉しいわとか言って、嬉しいわ嬉しいわと思わなかった。ちょっとこっちになっちゃってこっちになっちゃって、そうなんだ。そうですね。そうなんですか。それで、どんなあれをして今こう活動してるんですか、ね、今吉本の養成所を辞めて、うん、で柴田くんフリーという立場でやってて、2年前のそうですよ、2年前初めてここにラジオ出た時にちょうど漫才協会入ったばっかりだったんですよ、うん、浅草の、うんうん、でその時実はコンビを解散する危機だったんですよ。コンビをもう危なかったんです。解散するともうこの仕事が最後だと、うん、もうこの仕事最後にしてもコンビを解散して別々でやろう、うん、まあ、漫才協会もやめるわって言って、うん、はい、その後のこの次の番組に半田笹ちゃんが出てた、うん、ね、出てたじゃないですか、セクシー女優の方、セクシー女優の、ね、それ見て芸能人になったらもっとすごいアイドルに会えんじゃねえかっつって、俺はやるわっつって、こいつは不純な動機でポケモンをスタートさせましたからね。そうなんですよ。じゃあ伊藤くんが辞めようと思ったわけ、あの別の道に走ろうとして、漫才じゃなくて、はい、行こうとしたんですけども、半田笹さんを見てやっぱり芸能界にいようと、これはやめられないなと思いました。だからもう本当この健康ゲラゲラクリニック感謝で気持ちでいっぱいですね。コンビ解散の危機を救った番組ですから、ありがたいですよ本当に。あ、そうなんだ。いや本当にだけど今はね、まあ、東洋館出てね、はい、出てるぐらい大したもんなんですよ本当に。この前行ったらね、はい、もうあれは午前中に出たの、中入りの前、そうですね、僕はまだ若手なので、ね、早い方の早い方ですね、12時とか、うん、でもああいうの出る大したもんだと思いますよ。いやいや漫才協会すぐ入れますから、ね、すぐ入れます。でも入ってもすぐ出れるわけじゃないでしょ。そうですね、3ヶ月間、あ3ヶ月間なんかするの、はい、そうです、お茶出しやら座布団出しとか、お茶出しとか、ありますし、あのマジックとかする方もいるんで、うん、その人の手伝いとか、手伝いすると、はい、というとご褒美がてら出られます。はい。あ、そうなんだ。そういうわけでは。僕らは、僕らは出番出るのは師匠と飲みに行った時に、うん、そうだ来月から出番与えるから出ないよって言われて僕らは出番もらいましたからね。師匠の気まぐれで出させて。気まぐれもあると思いますよ。はい、こういうと誤解も。師匠ってどうだったんですか。チャンス青木師匠って方がいらっしゃる。チャンス青木さん、おーおーおー、はい、中2階の男。そうですね、ご存知ですね。詳しいですね、はい、本も出されたんですけどね、おすすめしてる。いや、だからあの本を書いてる山中さんって人が、はい、ここにも何回か来たことあるし、あ、そうなんですか、うんうん、ぜひ見ね、いろいろ私も知ってんだけど、ぜひ皆さんも買ってください、ね、なんかネタが一つしかないんだってネタが一つしかないですね。でも最近のチャンス師匠の自虐ネタの仕上がりはすごいものがあります。あ、そうなんだ。でも2年間同じのしか見たことないです。同じのしか見たことないですね。あ、そうだな。チャンスさん、アクさんが師匠なんだ。いや師匠ではないですね。師匠ではないんですけど、偶然飲みに行った。あ、違うの。あ、はいはい、僕ら師匠いないんですよね。あ、そうなの。はい、はまだでも大したもんだね。その鹿児島県と沖永良部島で、はい、アナウンサーみたいなよく言葉喋れるね。いや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 、ね、だいぶなまりますけどね。なまるの、はい、だって鹿児島の言葉なんか分かんないじゃない普通の人は。分かんないですね、特にこっちが分かんないんですよ。です、ね、同じ鹿児島県で2人でだけでいる時はもうそういう方言で喋ってるの。いや最近は、まあ、でもなまるぐらいですね、はい、イントネーションがちょっとおかしくなるぐらいですかね、はい、あ、そういう程度で、はい、あとはもう東京人になっちゃったんだ。そうです、ね、東京に簡単に染まりましたからね。東京に染まりきってます。染まりましたからね、すぐなっちゃいましたね。それで今あの漫才だけで食べてるわけじゃないでしょ。ええ、まあそうですね。あと何で食べてるの。アルバイトでございます。アルバイトでございます。アルバイトっていうかそれが本業になってるわけ。本業です。そうですね、週5でバイトしてますからね。もしかするとそこにかけてる時間の方が長いかもしれないですね。そうね、やっぱりアルバイトだけでダメだよね、はいはい、それで野村くんはなんかプロレスまでやってるって言うじゃないですか。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、こいつプロレスいろいろ手出しちゃうんですよね、うん、あのまあ、プロレスはあのお笑い芸人の方がやってる西口プロレスの、お西口プロありますよね、若手団体みたいなのがあるんですよ、西口ドアっていうのが、うん、西口ドア、そこに2ヶ月に1回試合に出させてもらってますね、うん、
まあ、もともとデビューは本当のプロレスとして一回デビューしたんですけど、うん、へえ、デビューしたんですよ去年の大晦日12月31日に、うん、ということは君はスクワット1000回できるし腕立て200回もできるしということで、ね、いや それは言い過ぎだぞ本当に多分教えてくれた方も一回だけデビューさせたらやめるって言うだろう、親心で出してやったんだね、うん、そしたら意外にやめないって僕が言っちゃう、多分相手とはもう不良債権ですからね、僕はもう早くやめねえかなって多分思ってるはずですよ、うん、そうだねそうだねって、やめなかったよ、いやでも僕もデビュー戦見に行ったんですけど、見に行ったんですよ、はい、とりあえずもうやめた方がいいと思いましたボッコボコでしたからね、でちゃんと体鍛えてんの？あ、ちゃんと最近はもうゴールドジムに行き始めて、すごいじゃないですか、すごいじゃないですか、ジム行ってるからねジム行ってちゃんと練習もしてますね、でプロレス好きなの？プロレス大好きです僕。あ、そうなの、はい、意外にプロレス好きで、うん、漫才も好きでで本当はもともとプロレスラーになりたかったんですよ、ちょっと今漫才から浮気してるんですよ、ね、いや浮気って言い方そうですね、プロレスだけどさ、いやそう簡単にみんなプロレスプロって言うけどさやっぱりプロレスラーってすごい体してるじゃないですか、ね、そうです ね本当の方でかいです、ね、です僕プロレスラーですなんて言えないじゃん、言えないですよ、僕も芸人ですからねでしょ、西口ドア の若手芸人がやってるプロレスごっこみたいなのの一員です、うんうん、あれ うそのプロレスやんないわけで、西口プロレスのには出ないけどね、お笑いだけやる、そうですね、そんな感じですね、西口ドア、はい、でその試合は2ヶ月に1遍、2ヶ月に1遍、どこでやってるんですか？大体阿佐ヶ谷のロフトってところで、うん、で次の試合が6月の19日ですね、で僕は出ないんですけど、あ、出ないですか、はい、僕は何の告知だったのいや見に行くかなと思って、あの浅草の祭りってところで、で僕は普通にお笑いの仕事と重なっちゃったんで、おーおーおー、やっぱねプロレスを優先するよりもお笑いの仕事を優先しなきゃ、うん、やっぱりいけないんで、うん、これはもちろんですよ、うん、それは別に自分で選べるわけ、どちらかというといやいや選べるじゃ怒られちゃいますよ、選べるとか言うとあれなんですけど、あの好きな方に言っていいよって言われたの違いますよ、違う、どっちでもいいみたいな仕事をやっぱりどっちが優先かって先に考えたらやっぱりこっちを取りますからね、相方を、相方って言われたら恥ずかしいです、ね、急にプロレスやってて何もないわけでしょ、そうです ねおかげでさまで遊び放題、セカンドついてるわけでもないんだ、ずっとついてないですねついたら面白そうですけど、面白いじゃないですかねとりあえず笑ってると思うじゃあということで、はい、もう一曲いきましょう、はい、はい、どうぞ、シャネルズさんのランナーウェイ、おー渋いですね、はい、ちょっとスナックで結構年いってますね、スナックでバイトしてるんですけど、この前お客さんが買っていただいて、
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、お笑いコンビのボッケモンさんをねお迎えして、お話を伺っております。今やですね東京に出てきて、コンビを組んでも4年経つそうですね。それで、浅草の東洋館というところでねもうレギュラーレギュラーではないです前座の前座のレギュラーでございます、ということでだけど、ね、本当に活躍中してますからね、面白いネタをねこれからやってもらいましょうね。それではボッケモンのお二人です。よろしくお願いします。改めましてポケモンと申します。よろしくお願いいたします。先ほども言ったんですけども、僕たち2人とも九州の鹿児島県ってところ出身なんですけども、まあ、そうなんですけどもね別に幼なじみとか学校の先輩後輩とかではないんですよね。そうなんですよ。東京に出てから出会ったんですよね。そうなんです。だからまず年齢が違うんですよ ね。でも全然違うんですよ。僕が25歳で僕は21歳なんですよ。そうなんですよ。でやっぱりね年齢も違うんですけど、生まれた場所ってのも違うんですよね。まあ、違うんですよね。僕が広瀬産婦人科でこいつが瀬戸クリニックっていうところで生まれた。違う、いや生まれたね病院なんて誰も興味ないから。あ、興味ないの。生まれた場所が違うの。あ、まあ、場所が違うんですよ、うん、僕が沖永良部島っていう島出身でね。で僕は泉って島出身なんですけども、まあ、そうなんですよ。相方の沖永良部島って結構田舎なんですよね、うん、いやいやそんなことないって。いや田舎ですよ。いや本当そんなことない。いや田舎だから。そんなことないって。田舎だからね。そんなことないって。だって俺のところはね海も綺麗だし空気も綺麗で辺り一面サトウキビ畑なんだよ、うん、それを田舎ってんじゃねえかな。そんなことないって。いや田舎だからね。それにコンビニだってあるんだからね、うん、今ね日本各地どこだってコンビニってあんの。お前んとこも田中商店あったの。田中商店じゃなくて俺のところはファミリーマートとかセブンイレブンあったから。もう見栄を張るな。張ってないよ。それに田中商店はね夜遅く6時まで営業してたんだから、ね、あ24時間営業のお店じゃないの。お前んとこ何時だったんだよ。いや俺のところは普通に24時間営業やってたよ。鹿児島に24時間営業のお店はありません。あるんだよ。それにね俺んとこ携帯だって使えたんだからね、うん、当たり前のように言ってるけど今世界各地どこだって携帯は使えるんだよ。お前んとこもドコモ使えたの。いやドコモ限定だったの。え、いや俺のとこは au もソフトバンクも使えたよ。鹿児島ではドコモしか使えません。そんなわけないでしょ。本当だって。それになお前映画見に行くときどうやって見に行ってたんだよ。いや映画は映画館に見に行ってたよ。ダッサい。ダサくないよ。もうダサいわ。いや東京の人だって映画は映画館に見に行くでしょ。いや俺んとこは別に映画館行かなくても映画見れたんだからね。それはなんかレンタルショップで借りてきてたとかじゃないの。そんなのあるわけねえだろ。そんなないんだ。半年に一遍公民館で映画の上映会があったんだよ。典型的な田舎じゃねえかよ。そんなことないって。それにこの前なテレビの取材だって来たんだから。お前の姉妹テレビの取材が来たの。何が来たのよ。田舎に泊まろうだよ。田舎じゃねえかよ完全に。そんなことないって。田舎じゃん。お前の姉妹何もないじゃん。じゃあ何があるんだだよ。ラウンドワンならあるよ。いやそんなわけねえだろ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ああよかったよかった。すごいですね。大したもんですね。いやそんなことないですよ。いや前2年前2年前出てもらったんだっけ。はい、はい、そうですね。腕を上げましたなんてありがとうございます。なんか前回滑ってたみたいですけど。そうなんです。ネタ何本ぐらい持ってるの。ネタはまあ10本ぐらいじゃないですかね。はい、誰が考えるの。まあ、2人で考えます。全然2人で、はい、やっぱりだいたいそういう田舎ネタ。田舎ネタですね。もう鹿児島ネタ。そうですね。はい、田舎を、まあ、2人とも田舎なんですけどね。そうです結局は、結局はそういうネタで、まあいいじゃないですかそれね、はい、それは東洋館でやってたの。そうですね、ずっと東洋館でこれやってますね。そういうのはいいよね。年寄り向けですよ。え、年寄り若い方には全然受けませんけど、年齢層だね。いや、よかったよかった。なるほどね。だいたい15分ぐらいだから東洋館と15分ぐらいでしょ俺。そうですね。上の方は15分なんですけども、はい、僕らはもう5分と10分。5分と10分の間です。でも5分でも長いじゃないですか。今の3分ぐらいでしょ。そうですね。3分ぐらいですね。はい。5分ってやったら大したもんだよね。つなぎ合わせてつなぎ合わせて10本のネタを、うん、毎回ベスト版ですからね。これさいつも、ね、やっぱり途中でネタ合わせてなんかして、はい、アドリブになっちゃったり、はい、することもあるんでしょ。ありますね。結構ありますね。そうすると後で なんだか言うわけいろいろ。いや、まあ、僕はそこまで喧嘩はしないですけど、ね、言い合ったりなんで忘れたのっつって、うん、お前が踏んなかったからだろみたいな些細な喧嘩をしますよ。ちっちゃいことからすぐ喧嘩始めちゃう。そうですね。まあ、でも僕もその忘れた時になんかアドリブ聞かせればいいんですけど、素直にああ忘れちゃったって言っちゃうんですよね。お客さんは知ったことじゃないですか。そうなんですよ。そうだね。お客さん分かんないんだから。分かんないですから。あとはどういうところでやってるんですか。あとは渋谷とか新宿のライブハウスなんかに出てますね。出てますね。
これはまあお金をもらって出るんじゃなくてお金を払って出てますね。払って出る、はい、あれをまたやってんだそうですね、まだやってますね。なるほどね。だけどまあいつかはね、どうなんの、いつかテレビに出てそうか、そうですね、忙しくてここに来れないぐらいね、僕ら毎週来れますから、ね、いつ言われても来れますから、ね、アルバイトで忙しいですからそうか、まあそれ、まあいいよね、それはね、とりあえずね、いや夢は持って頑張ってんだからさ、はい、その夢がだからいつまで続く夢を見ていられるかと、はい、ね、30まで、30までですね、30までか、まだ結構あるよ、もう制限はありませんよ、9年はありますからね、長いよね9年やって売れなかったらまあちょっと考えますけどね、そうですね、何もないものですよね、まあ、でもやってる方いっぱいいますから、そうだよね、多分、いや本当ダブルコロンだってさ、はい、私もずっと知ってるけど、はい、あれでレッドカーペットとあれでパッと売れたんだから、はい、そうですよね、あれもそう売れるなんて思わなかったの本当にいや、しっかりネタもしっかりしてると思うけど、はい、ね、だけどあのなんだっけ謎かけだって、はい、あれだってさ、あんな落語家がいつもやってることで、はい、別に目新しいことなんでもなかったよだけどもあれで売れちゃったっていう、まあ、あれがなんか新鮮に見えるような、あ、まああの時ほらなんとなくさ、どつき漫才とか、はい、それからなんとなくこうそういうのばっかりが面白がってやられてたから、なんとかちょっとあの理視的に見えたのか、あ、そうですね、新しく見えちゃうんですよね、うん、でもまあね、そうだったけど、まあそれはいいんだけど、ああいうこともあるからね、はい、なんか本当に自分たちのあれだけをこの、そうですね、何かきっかけを持てれば一つ、はい、どっかでチャンスがあるかもしれないですね。そうですね、プロレスがチャンスになると思いませんけど私はそうですね、もうお笑い一本で、ね、そうですよ、やっていきたいんですけどもね、うん、よくプロレスだけど怪我なんかしないの？しないですね、まだ、まあ、そこまでやってないから、まだそこまでしないですねやっぱ西口ドアなんで、やっぱみんな芸人なんで、芸人のプロレスごっこの一環みたいな、プロレスごっこなんだ、まあ、うん、でもショー的にやってる、ちゃんとやるところはやるみたいな、うん、お、危ないこと技はやんないわけ危ない技はやんないですね、へ、怪我しちゃうとは、ね、なんかこの前試合の次の日に東洋館があったんですけど、うん、もう顔に思いっきしあざ作ってきて、本当急いでファンデーションしてたんですよね、こいつ。あれはたまたま本当のプロレスラーと戦う機会があって、うん、それで擦りつけられた時になんかあざがバーってできたんですよ擦られただけで、擦られただけでそれでああと思って、うん、ですぐあのファンデーション買ってきて塗って漫才やりましたね、うん、いや、いずれだけど その西口プロレスの方で、はい、やりたいとか、そうですね、そう思ってるわけ。いずれは西口の本体 の、 あの新宿の方で出たいなとは思ってますね。うーん、はい、まあ、漫才もね、それぐらい頑張っていただければ、まあ、ね、ね、じゃあもう一曲、はい、お願いします、はいはい、ヒルクライムの春夏秋冬、春夏秋冬お願いします、はい、
ちょっと聞くの忘れたけど、そもそもボッケモンってどういう意味なんですか。あ、ボッケモン、だいぶ遅い、ね、大事なところでしたよ、大事なコンビ名の意味っていう。何ですかボッケモンって。ボッケモンって鹿児島弁なんですよ、あの言葉は。はい、あので意味は強い人とか、強い人、はい、寛大な人とか、はい、豪快なやんちゃなっていう意味があるんですよ。そうですね、結構いろんな意味があるんですよ、はい、豪快のやんちゃもちょっと違うね。そうですね、本当にいろんな意味があって、そういうちょっと人から外れた人の総称みたいな感じですね。あ、じゃあどういう感じ、例えば普通に使うときは、はい、いい意味ですか、ことが多い、それともなんか、まあ、悪い意味で使う。まあ、悪い意味でもいい意味でも捉えますね。いい意味でも言いますし、悪い意味でも言う。まあ、いろんな使い方がある言葉がポケモンですね。あ、そうなんだ、はい、よくポケモンっていじられたりするんですけど、ポケモンとか、はい、ね、あ、そうなんだ、そういう意味があるんだ。はい、まあでも、まあ、とにかく自分たちとしてはスケールの大きな、まあ、なんでね、はい、芸になろうという、はい、まあ、そういうことなんでしょ。はい、そうですね、はい、そういう意味も含めて、うん、なるほどね、強い人になるためにプロレスもやって、はい、ね、まあ、意味がそうなってくるとちょっと違ってくるんで。見つけた当初はそうではなかった。そうではなかったですよ、やるとは思ってなかったですからね、プロレスを。それで、はい、まあ、これから今後のそのなんか告知、いつどこに出ますよっていうのがあったら教えてください。6月の1日の朝の11時半から、はい、渋谷のシアター D というところで、はい、僕らが所属してます、漫才協会以外にも所属しているニュースタッフプロダクションっていう事務所の、はい、事務所ライブがございますので、はい、もしよかったら11時から、はい、朝の11時、朝の11時からありますので、はい、なかなか早朝、ね、早朝だけではないんですけど、ないんですけどね。そうですね、もしよかったら来てくださいということで、はい、うん、それとあとはそれだけ。あ、それだけですね。あとはまあ東洋館、東洋館毎月1日から19日までの予選をやってますので、はい、まあ、その出てる日は別々なんですけども、はい、まだちょっと東洋館の皆さんホームページの方で、はい、確認していただければと思います。よろしくお願いします。まあ、その間何回か出るってことね。はい、あれも午前中？あれも午前中ですね。12時に来ていただければ。あれもすごい合わせて午前中です。そうですね。なるほど、そういうあれですか。でもね、本当にそのまま頑張ってね、まあ、東京に来て4年だっけ？4年です。コンビ組の4年、東京に来ては4年です。あ、4年か。年ですね、あ、そうそうか。はい、東京でまだまだね、はい、くじけずに、はい、ね、どんなことがあっても、はい、何を言われようともくじけずですよね。はい、故郷に意識を飾るまでは。そうですね、そうですね、鹿児島の星となるんだ、はい、ね、そうです、鹿児島の星となったらなんか死んじゃってるような感じですけども、死んでしまったような感じで、はい、ね、そうか。でもみんなあれでしょ、田舎の人たち楽しみ待ってるじゃないの。そうですね、ボッケもテレビに出ないから早くテレビに出てほしいな。いや、ただ鹿児島に一回帰った時にライブをやったんですよ、うん、でやったんですよ。まあ、チケットが売れない売れない、誰でも来ないですよ、お客さんが。そうで、鹿児島の時にやってたお客さんも、うん、みんな高校生だったんで上京とかしちゃって、うん、まあ鹿児島に帰っても何にもなく、うん、お客さんもつかず普通に滑って帰ってきましたけども。まあ、当然なんですけど、僕も凱旋ライブだって言って鹿児島行ったんですけども、うんうんうん、実家は沖永良部島じゃないですか、ね、ね、うん、知り合いなんているわけがなくて。沖永良部島なんかでやったらさ、娯楽がないからいいんじゃない、来るんじゃない。娯楽がないでいいから。まあ、ないですけども、間違いなく、はい、だからどうですか、やったら選ぶ。だってな、どのくらい人口いるんだっけ。1万2000人ぐらいですか、ね、みんな来るでしょ。そうですね、もう、みんな集まらないです。それぞれ集まらないです、集まらないです。入るとかないじゃん、会場がないの。会場がない、外ですかね。外で。でもね、いずれは本当そういうこともしてもらってですよ、はい、そうです ね、東京あと9年頑張って。だから多分30になった時に40までやろうって絶対になってますって。なってると思うんですよ ね、うん、でも本当にそれはもう皆さんご両親も楽しみにしてるから、みんなね、本当に期待を裏切らないようにですよ。、はい、ね、本当プロレスで怪我をしないように。そうです ね、 ね、はい、怪我しないように頑張ります。頑張ってください、本当に。その伊藤君は何、そのまあ、個人的にその相方は別にして、なんか自分一人の夢はあるんでしょう。あ、それ僕聞いたことないや。そうですね、いつかは相方をなんていうんですか、アンダササとなんかやりたい。ちょっと待ってください。ちょっと待って、想像する方もいらっしゃると思いますよ。これ聞いてる皆さんちょっと引いちゃう。僕が
半田さっさと何かやりたい、まあ、何か起こってしまったら仕方ないですよね、はい、売れてしまった時に、まあ、そういう憧れもあってこの世界入ってますね。それは何かしないとみんなあると思うんです。おさまりつかないじゃないですか。そうだよな。でも本当にいずれはな、共演して共演してたあっちがもう引退しちゃう。そうですね、あっちがもう引退しちゃいますからね。でも本当に有名になってほしいと思いますよ、はい、ね、まあ、本当にあの、いや本当にここ、あのここだけ話してもないんですけど、ダブルコロンは私と一緒に最初ライブやってたんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、はい、まあ、彼らもずっとやってきたわけですけどね、はい、私のライブやったライブに出てきてもらって、はい、私の前座やってたんですよ。それが、はい、あんなにブレイクして今じゃ何林くん何とか言われてそんな上からになっちゃうんですか。急にくっつけで呼ぶんですか。そういうくらいになってますからね。そういう君たちもね、君たちって言えないもんね、はい、師匠とか言ってさいずれは呼ばなきゃいけなくなってしまう。それを楽しみに、はい、こういう番組やってってね、呼ぶとね、本当そういうの楽しみなんですよ。もう年寄りはそれが楽しみ分かるからね、有名になってね、まだまだ年寄りじゃないですよ、ね、になってもらうのがね、はい、一番本当楽しみなの、はい、ね、ぜひ頑張って、はい、やってくださいね。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。応援をよろしくお願いします。お願いいたします。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。それではここで、今月の推薦歌謡曲のコーナーです。毎回、心に残る素晴らしい歌謡曲を推薦して、おかけしたいと思います。今月の推薦歌謡曲、泉翔太さんの歌をお送りします。あなたに本気で愛したことは私の女としての誇りです。だからたった一度の過ちも許すことはできません。女としての意地を通すこと、これも愛の証です。愛に背かれて、泉翔太。愛に背かれて泣きを見るなんて、バカにしないでよ、ほんの遊びなの。まぶたを濡らすのはタバコのせいよ。優しくしたって今さらダメよ。あなたの嘘の言い訳なんて聞きたくないの。今夜は一人で朝まで飲むわ。愛に背かれて夢見た幸せ、流れ星のように燃えて消えるのね。まぶたを濡らすのは未練じゃないわ。あなたにもらった指はないか、いつでも返せる気持ちでいるわ。辛くはないの。女は本当の真心欲しい。まぶたを濡らすのはお酒のせいよ。いつものセリフで口説いてみても、私の気持ちに変わりはないわ。女の意地よ。私を泣かせる
あなたが憎い。今月の推薦歌謡曲は泉翔太さんの愛に背かれてを聴いていただいております。それで、ボケモンの2人、今日実はその5月24日っていうのはですね、はい、私はこの時間は、はい、後楽園ホール新日本プロレスに行ってる日なんですね。はいはいはい、はい。それで、まあ実はそのあれだ、スーパージュニアの開幕戦ですね。だからちょうど小村くん推薦しようかなと思って考えてきたんだけどスーパージュニア無理だね、ちょっとね絶対嘘でしょそう、でもいずれは本当に本格的にやるつもりないでしょプロレス。僕はあんまりそれは言えないですけど、まあ怪我しないように、怪我しない程度に、ちょっと体本格的にやられたら僕困っちゃいますよ、ちょっと巡業とか行かれたらいろいろ失笑もきたつと思うんですけど。確かにね。でプロレスとね、はい、まあプロレスとこの芝居とかなんとかいうのはなんとなくその共通点があるような感じ、共通点似てますね。どうですか、その漫才とプロレスと、まあお客さんなんかを引きつけるなんかあるかもしれないけど、実はその漫才は後ろから見られることないからないですからね。そこが難しいですね。そうでしょ。だからまあプロレスが何の参考になるかなと、はい、芸の肥やしになるのかなと思って考えてるんだけどさまあ難しいですねプロレスは本当に、ね。まあ、でも漫才でも、うん、その漫才コントだったりすると演技がちょっと下手なんですよ、うん、でプロレスも見たら、うん、あの女あれちょっと下手なんじゃないかな素人目線ですけど、ね、あれグダってるなすぐもテンパっちゃうんで。そうなんだ。でもまあいいよねプロレス楽しいからね。楽しいです ね, ねやっぱりプロレス好きな人見てるのが好きだったんでしょ。はい、ね、見てるの大好きでしたね。うん、あの登竜門、登竜門好きだったの。登竜門が大好きで、登竜門ね、あのちょうど体が大きくなくて、はい、飛んだり跳ねたりするようなルチャがね、ルチャが大好きだったんですけども、ね、あれはいいよね、やりたいと思うんですけども、うん、練習でやったらできなかったっていう飛べない、体が動かないの連続ですから ね, ね、うん、でもまあ本当にプロレスというのは健康にいいですからいや健康にいいかどうですか健康のためにぜひね続けてスポーツだったら何でもいいんじゃないですか。体痛めてるイメージがありますねまあね、そうですね、本当にまあ、5月もそろそろまたあと1週間か、はい、1週間残ってますけどね。残り1週間ですね。早いよね。だけどどうですかね、という間ですね、という間に月日が流れていきますから ね、もう鹿児島ではすごい雨やんで、そうなんですよ、梅雨じゃないの。鹿児島も多分梅雨ですね。梅雨でしょ。そうですね、多分梅雨に入ってますね放送されてる時は僕も先月ぐらいに母親と電話したんですけど、もう梅雨だよって、まあ、島の方なんで早かったんですよ ね本当そうだよね、はい、まあ、東京でね本当に皆さんの活躍を期待して待ってる田舎の人たちがいるわけですから、このラジオねもう世界中で聞けますからね、はいはい、そう沖縄選び島の皆さんと鹿児島の皆さんに向かってねちょっと一言メッセージ言ってやってね元気でやってるという姿でお母さん見てるいやいやこれなんだよお母さん見てる、ね、最近電話したらいつも夜間の音が鳴ってるけど気をつけてね本当に物忘れ激しくなってるからポケモンの歌っていうのを作ったらしいんですよ。ポケモンの歌っていうのをお母さんが作ってこれなんだよ。最近母親がちょっとおかしくてそうなんだ、はい、まあ、本当にでも頑張ってください、はい、今日はありがとうございましたね。ありがとうございました。機会があったら来てください、はい、今度そのうち私がライブやったけどぜひぜひよろしくお願いいたします。ぜひ見てくださいね、はい。私の前座でやる人はものすごい有名になられるというジンクスがあります。ジンクスがあるんですね。前座で頑張ります、はい、そのジンクス潰さにを頑張ります頑張ります。すぐ僕ら潰すんでそういうの、まあ、そういうわけでね、今日も楽しく過ごせていただきまして1時間でしたけどね、また来週はね、今度は来週歌手の方が出てまいりますので、ね、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。それではこの1週間皆さんどうぞゲラゲラ笑って、健康にお過ごしください。さあ皆さんさよなら。さよなら。幸せのキーワードです。お医者様、世界中が笑顔で暮らせたらいいな。お医者様、驚おうよ。